お初にお目にかかります。今宵のお相手に選んでいただきありがたき幸せ、あなたのお気に召すままお使いいたします。こちらへは初めてですか？そう気を張らず、もっとごゆるりと。なんとも可愛らしい、まるで男を知らぬ生娘同然。おおよそこの辺りに縁のない似つかぬお顔にお見受けしますが、何故このような場所に？何もそう怖い顔をなさらぬとも、体を合わせるだけが花魁の務めではないのですよ。ここは男と女がひとときの夢幻を買うところ。この部屋にいる間は身も心もさらけ出し、思うままに過ごせばよいのです。花魁に思いを寄せるもよし、情に溺れるもよし、すべては儚き夢物語。一歩外に出れば夢は覚め、浮世に戻るのみ。ここで起きたことは神が見せる幻のごとく。酒は苦手ですか？ならば茶を立てて差し上げましょう。どうぞお召し上がりください。なんとも見事な所作、あなた様のお育ちの良さが伺えます。おや、このような言葉遣いはお気に召しませんか？ならば年派の近い男衆の物言いのようにいたしましょう。もっと近くに来い、お前の顔が見たい。これでいいか？わかりやすいな。頬のこわばりが少し緩んだ。綺麗な顔をしてる。おまけに肌も白い。こんなうぶな女が男を花魁相手にランチキ騒ぎとはとても思えねえな。それともうぶな顔をして男あさりが過ぎるのか。ま、そんなことはどうでもいい。俺はお前に今夜一晩買われた身だ。お前の望み通りにしてやるよ。どうした、頬を染めて。本物の生娘か？愛しい男がいる？恋仲になりたいのか？ならばいいことを教えてやろう。男を落とすテレンテクダだ。ここいらじゃ名の通った花魁の俺が手取り足取りを教えてやるよ。男ってのは単純だ。隙を見せて着物の襟をちょっと着崩して肩でも見せればすぐにその気になる。手を取って懐にでも忍ばせればなおのこと。すぐに鼻息荒くことを始め出す。だがそこですぐに帯をほどいちゃいけねえ。うまく品を作って男を誘うんだ。男がじれて思わず手を出すようにな。さあやってみな。俺を誘ってみろ。恥じらうのも可愛いが、男を落とすには足りないな。本当に恋仲になりたいなら覚悟も必要だ。ああ、そうだ。俺の目を見ろ。その潤んだ目で俺を誘え。今宵の恋の相手は俺だ。いいね。
たまらないね。って、だしな。驚いたか。どうした?ますます頬が赤いぞ。恥ずかしいか?どうする?ここから先はあんた次第だ。愛しい男にミサオを立てるか、このまま俺に抱かれるか、好きにすればいい。本当にそれでいいのか、それがあんたの本心なのか。俺がお前の思い人?とんだ笑い草だな。男花魁に惚れるはご法度。恋仲なんぞになろうもんなら、その身はおろか。お家もろとも滅ぼすことにもなりかねない。あんたに、その覚悟があんのか。ないならやめときな。金で男を買い、一時の欲に溺れるこの場所に、本物の夢や希望を望んじゃならない。幾人もの女を昇天させてきたこの俺は、あまりにも汚れてる。あんたのような、綺麗なものを汚すわけにはいかないんだよ。それとも、俺に汚されたいか。地獄の沙汰で天に召されるも、また一興か。あんたの覚悟、しかと受け止めた。ならば、俺をあんたにくれてやる。ここから先は地獄への入り口だ。手に手を取って、行こうじゃないか。哀れな恋に溺れる儚き夢を、あんたと見ることにしようか。最後まで聞いてくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、待ってるね。